きょう福岡県庁を訪れたのは宗像大社の足津隆之宮司と九州電力特別顧問で宗像大社の責任役員の松尾慎吾氏などです宗像市に世界遺産センターの早期建設を求める要望書を3万6855人の署名とともに福岡県の服部知事に提出しました 2017年に世界遺産に登録された神宿島宗像沖ノ島と関連遺産群は8万点にも及ぶ出土品が全て国宝に指定されていますしかし宗像市にはこれらの文化財を調査研究し市民に公開する施設がないことから財界関係者が中心となって世界遺産センターの早期建設を求めています センターの建設には数十億円規模の費用がかかることから福岡県は課題をまず協議すると慎重な態度を示しています。